はい、今ガズでのガズが乗ってるこの1986年式のベンツの 190E というね、この素晴らしい車なんですけど、ちょっとここ見てください。運転席開けますとですね、ほら見て、これがですね、もう38年前の車ですから、ここかなり来てるんですね。でこれね、まあ、このままでもまあしょうがないかって感じはするんですけど、運転するときこうやって運転するとね、ここやっぱ肘当たるんですよね。で長袖の時には気にならなかったんだけど、 T シャツになったらね、ここチク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 するんですわ。でここでですね、ハニーさんの登場、僕の愛するハニーさんはもう縫い物とかね、洋裁がすごい得意なんで、なんかここいい塩梅でなんかこううまいことカバーできないかなっていうのが今回の動画なんでございます。はい、でこれね、多分だけどこの今はねどうしてるかというと、こういうハンカチっていうか、なんていうの、タオルハンカチでこうやってやって、こうやって運転してるんですけど、毎回これ落ちるわけですよ、当然ながら。なんでこれちょっと、ハニーさんにいろいろアイデア出してもらって、今これ作ってもらうという動画をここで展開していこうと思うんですけど、これ多分だけどこうやって乗り降りするときに、こうよっぽどここが擦れると思うんだよね。だからこの何回も何回もこれ運転席だから、こっちやっぱ擦れちゃう。38年ですけど、あと運転するときも肘が当たったりするけど、逆に助手席側は何にもないんですよ、綺麗そのままなの。だからやっぱもうやっぱよっぽどこう乗り降りのときに結構ここ出てるんでね、バケットシートっていうか、まあ、どうしてもこうなっちゃうのかなと思って、他の、このベンツの車を見ても、結構ここがこう擦り切れてるの多いんですよ。なんでそういう人の、もしベンツの古いベンツとか、車、古い車乗ってる人にも参考の動画になるかもしれないなという思ってますということで、ハニーさん、どうですか、いけそうですかね、成功するといい。今のカメラ撮ってるのハニーさんなんで、はい、ちょっとその様子をちょっと、ね、この動画に1個にまとめてシェアできればなと思ってます。これですよ、最初の状態ですからね、これがどうなるかちょっとご期待ください。ここに当てをしたいんだけど、まあ土台としてフェルトでこうやって当てて、だけどこう立体的になってるから、なるべくこうギリギリのところでこうやっていきたいなって思ってるんだけど、なんでそれを切って、で布は今回ね、すごいこのいい布があるんで、そうこれをねちょっとこう使ってみようかなと思って、なんかねうまくいけばパッチワークみたいな感じで、あえてね肘につけるパッチワークみたいな感じで、雰囲気がどうなることでしょうか。うまくいけばなんだけど、立体だからどうかなっていうところです。手縫いでやるしかないから、どうせだったらなんかね、なんとか可愛くしてあげたいなと、うん、お願いします、小杉先生。やってみます。はい、これが切ったやつで、一応本当にさ、はまるかどうか、隠れるかどうか、ぴったり。やっぱ 3D だからね。そうそう、だからそこがね、どうなるかっていう感じで、そうそう、3次元だから、この立体がどういう風になるかって。そうなんだよ、縫っていくんですか、それを手で。そう、祭り縫いみたいな感じで縫っていく、うまくいくかどうかと、ということで、これがサイズが一応入るなっていうことで、ちょっとこう立体的になってたから、まあ、多少こう形を変えてもいいように、何箇所か切り込みを入れてみようかなって思います。深く入れるというよりは、ちょっとこう浅めに、これが意味があるかどうかわからないんだけど、こんな感じ。
で、この布なんですけど、あのガズ旅でもねご紹介した愛知のくずり毛織工業さんの布なんですけど、すごいいいんですよね。気持ちいいっていうか、ちょっとねこれをベンツになんかこう合いそうだなっていうふうに思って、ガズさんもこれがいいなっていうふうに言ってたんで、これを使ってみようと思うんですけど、もう触り心地がねたまらない。この一見ねちょっとケバケバしてるように見えるけどね、すごい滑らかなんですよ。ウールですよ、ウール。すっごい気持ちいい。こっちが表側なんですよ。なんで反対にしてこんな感じでこの布を取ります。外側はいいけど内側のカーブをどうするか。でまあこんな感じで書いて、これをまず周りをハサミで切ります。こんな感じで、この周りを並縫いします。この布のギリギリのところに並縫いをしてみたので、でこれをもう一回置いて、縫ってある紐のところを少しずつ引っ張っていくんですけど、今回ね2箇所にしてるから少し、そっか、やっぱりこうなってるところは布もねこうはなりづらいかもしれない。こういい感じじゃないですか。ちょっとひっくり返してみますよ。そうするとほらこんな感じになってるの。こうね縫えたらいいななんて思ってるんだけど、だからここですよね、ここがどうするかっていう感じです。これミシンで縫う、一回ここをミシンで縫うか、ほらこんな感じで。こんな感じで裏を半返し縫いでフェルトと布をこう合わせて、もうね離れないようにしてあって、でも表からは見えないようになってます。形を整えて、からちょっとこの表の方がねこうふわふわしてる感じで立体的に縫った時に収まりが良くなればいいかなと。ここまで出来上がり。なんでこんな感じにねくっついたらいいなって思うんだけど、今回はカーブ針っていうのがあるんですよ。こうカーブしてる針なんですね。それを使ってほらここに自動車シートって書いてあるんで、これをうまく使えたらなって思います。こうやって乗せて、この相手側が動かないから、ほらでもまあこんな感じで止まったら可愛いなって思うんですけど、これねめちゃめちゃねハンドルがここにあって作業しづらい。じゃあやりやすいこの辺からこうやってすくって、でもこれ曲がってるからやりやすい。で、すくって。片手でやってるから今。よいしょ。こんな感じ。これで、だから、針が曲がってないとすごい難しいですよっていうことなんですよ。でこれで針を抜くと両方くっつくように縫えるっていう感じで、これはねずーっとぐるーっとこうやって、特にこことか超難しそう。このシートの皮とねギリギリのところ、この辺はちょっともう集中して撮影できないかもしれないですけど、こうやってぐるっとできたらこれがパッチワークになるぞということです。じゃあやってみよう。
こんな感じで塗っていきます。下のところがもう寝そべってやった方がすごい角度でございます。このハニーさんのこの角度見てください。とえらいことになってます。難しい？いやでもやっぱこの針があるとすごい楽、楽っていうかできる。やっぱね、釣り針みたいな、すごいね、うん、これがなかったら絶対無理。なるほど。一回待ち針で仮止めしといて、そうそう、打っていくわけだ。すごい体勢。今ほらここまで。なるほど。わあ、本当だ。かわいいね。なんかあんまり違和感ないね、もう、うん、布に。ね、だからちょうどいいなと思って。素晴らしい。じゃーん、ということで出来上がりました。こんな感じ。はあ、やっぱここが難しかった、この脇のところが。だけど縫い方がだいぶコツをつかんだぞ。ほら、全体はこんな感じなんで、これを後でカズさんにも見てもらって、塗り心地がね、どうなのかちょっと教えてもらおうと思います。じゃあ小添さんが打ってくれたここのパッド見てください。綺麗に。でここやっぱちょっとしょうがないの、これよね、ちょっとだけ。でも見てこの一体感素晴らしいです。で、あの今運転したんですけど、めちゃくちゃいい。なんか逆にここなんだっけ、フェルトが入ってるから、うん、ふかされてて、そう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 、なんか柔らかいんだよね。で今このあれ着たけど、肘 T シャツでさっきこうやって運転してたけど、気持ちがいいの、このウールが。そう、この毛織物がもう最高級 の, あの毛織物なんで、くずり毛織物で、こうゲットしてきたこの布なんで、ね、これ肌触りがやばいんですよ。で本当すごい、こんなんつうんだろうね、違和感ないっていうか、なんかよくセーターでね、ここにこうやってパッとつけるやつみたいな感じで、可愛いよね。すげえ可愛いの。これいいよ、いいよ、なかなか大成功。やった。やったー。何かここで困ってるオーナーさんはなんか参考になる、なるといいけどね。そうですね。はい。はい、そういうわけでですね、今あの気持ちよくこっちで、ちょっとカメラに映んないんだけどさ、いいんですよ。ここ肘がいつも当たるからね。チクチクしてたんだけど、とっても心地よくなりましたということで、今回は本当に前半に小杖さんのもう大手柄というか、あんな可愛く、こんな可愛くなるんだなという、なんかちょっとウキウキ気分な動画になったんじゃないかなというふうに思いますけれどもですね、なんかいろいろ考えればアイデアは出るもんですね。最初どうしようどうしようって言ってたんだよね。そうだね。うん、やっぱいろいろちょっとこう妄想がやっぱり凄まじいですね。はい。妄想は形になる。素晴らしいということで。はい、そんな感じで今日の動画は、ベンツのシートを修正してみた小杖さん by 小杖さんということでございました。またなんかね、旅動画とかあのベンツ動画とか、まあもちろんガズレレ動画もいっぱいやるけれども、よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。